ではですね、続きをやっていこうと思います。びっくりしたんですけど、俺が今日実況を撮り始めた時は外はもう快晴でね、もう雲一つない快晴だったんですけど、今実況ちょっと中断してちょっと休憩してたら、もう外土砂降りですごいね、風が吹き荒れてて、それに自分が気づかなかったことにびっくりしましたね。しかも外に洗濯物干してたっていう、もうびしょ濡れですよ。そんな感じで始めていこうと思います。調査をしていこうと思うわけなんですけども、デリシーさんがね、装飾品を取り付けたところで、また新たに調べていきましょうという感じでしたね。怪しい場所は全て調べてみよう。怪しい場所。なんで、おい。血じゃねえか、これは。柱に置かれたランプはどちらも壊れているようですね。二つとも中の電球が割れている。いや、右はいいんだけど、左がさ、なんか血痕がついてるような床に落としちゃったのかもしれませんね。岩塩ランプの表面にも赤い汚れがついていますし、この汚れ、まさか。この匂い、間違いない。これは血痕だ。これは、デリシーさん怪しくなってきたんじゃないでしょうか。デリシーさんだって、しかも指紋があったわけだから、天海さんの部屋に。部屋にある、お菓子とかにね、指紋がついてて、それがデリシーさんのだったわけじゃないですか。しかも、デリシーさんのこの部屋に、血痕のついた岩塩ランプ、これはデリシーさん、疑わざるを得ない。これが血痕か。なぜランプに血痕がついていたのだろうか。これが凶器だったってことじゃないの。ランプの電球が割れていたことと、関係があるかもしれないな。ここはもう一つのランプも、詳しく調べておくべきだろう。もう一つ、こっち側？でも、ってことは、あれが凶器だったから、デリシーさんは本来ここにランプを置くつもりだったようだ。城の中に置いていた理由がわからんな。いや、だからね、凶器で使っちゃったから、城の中に隠してたっていうことなんじゃないですか。そういう風に思えちゃうよね。壊れて光らなくなったから片付けてたんじゃないですか。片付ける場所なら他にもあるだろう。塩を隠すなら砂糖の中ということですよ。全然塩というかもうね、生クリームでですけども、中はね、しかもそれは塩というよりも岩塩ですから、それを言うなら木を隠すなら森の中だろう。同じものならいいけど、岩塩ランプをコンテスト中にね、あの証拠品との間に矛盾。まだ矛盾があるんですか。なんかコンテストの、なんか、決まりで、こういうの使っちゃダメとか言ってたっけ。お菓子以外の装飾は認めません。飾り台や機材は貸し出します。もう思いっきり違反してるじゃん、いきなり。じゃあ何、布とかもダメっていうことだよね。おい、デリシーさんよ。現場の無人を推理する必要があるな。現場の無人。そしたら、このコンテストのルールと矛盾を、なぜ使っちゃいけないのに堂々とこういう風に使っ、あ、でもダメって言われたから中に引っ込めてたのか。バドウ刑事、コンテストのチラシを見てください。お菓子以外の装飾は認めませんか。この岩塩ランプや壁に飾った光る布はルール違反になります。バツ。そういうことだね。だからお菓子の城に隠していたんでしょうか。隠していた。もうコンテストでああいう風にルールがある以上は評価点にはならないわけですよね。だから隠してた。だから使わなかったってことか。どうだろうな。もう少し彼女の行動を調べる必要があるだろう。使っていた可能性があるかもしれないってこと。この綺麗な布とかもこれ違反だわけですよね。城の扉が美しい布で飾り付けられている。これは城の中にあった布のようだな。玄関はいつも美しく、デカな基本だ。バドウさんでもそういう風に思うんですか。バドウ刑事の靴の跡で踏み荒らされているが。
まあまあ まあ仕方ない、それはまあ調査の過程の中でね、起きてしまった事故みたいなもんですから、余計なことは言わないでおくか。バド刑事、これを荒らすっていうのはどういうことだみたいな感じでね、追求してもすまん律儀な人だからさ、不器用な人だからこの人は、すまん、うっかりしていたで終わると思うから。この周りのこの装飾とかそういうのもやっぱ重要ですか、これ調べた方がいいのか、これは。あ、ここだけないじゃん、よく見たら。なんでここだけない、他の小人と違って光る布が足りないようだ。デリシャスさん、仲間外れは良くないですよ。私だってそんなことしたくないわ。もしかしてここに使うはずだった布が、この兵道さんのところに敷かれてたこれだ、この布なんじゃないでしょうか。ひょっとして違いますか。デリシーさん、もうデリシーさんというかデリシャスさん、もう本当にあなたはね、疑われるべき証拠がどんどん出てきてますよ。これは行きやすいな、これ。でもね、布と機械が一つずつ行方不明なので、しらじらしいな、デリシャスよ。布と何の機械がなくなったのですか。キューピーマヨネーズみたいな顔して。へい、聞いてちょうだい。その光る布は全部この機械に繋がってるのよ。この機械は虹色光源装置といって、また謎の機械が現れたぞ。あなた本当にね、コンテストのルール見ました？ダメなんじゃなかったっけ、そういう装飾は。お菓子以外の装飾は認めませんと。飾り台や機材は貸し出します。ああ、でも、貸し出されてる道具だったらいいんだよな。これも貸し出されてる道具だったらいいと。テーブルを通して光ファイバーで作った布に光を送る。ちょいと設定をいじるだけでどんな色にだって変身しちゃうわ。赤色に光らせればメラメラ燃え上がる炎のように、青色に光らせればビキビキ固まった氷のように、温度変化に強い長持ちバッテリーでモリモリ働いてくれるのよ。へえ。そのこういった装置については長所疎いのですが、シンさん、つまり特殊な布に光を流す機械ということですよ。ってことはこのこの写真、まあ、何回も見ますけど、この写真にあるこの布も光を放ってたってことですか。その青色のそういう感じにしてたってことかな、謎に。なるほど、時代の変化とは凄まじい。虹色光源装置と光る布が一つずつ噴出したんだな。いえ、そうなのよ、どこ行っちゃったのかしら。この光る布、事件に関係してるかもしれないな。この亡くなったのが、兵道さんのところに行っちゃったっていうことかな。まあ、とりあえずロジックやってみますか。まとめてみますか。崩れやすいお菓子と、まあ、室温が高いっていうのはいけるな、これは多分。室温が高いがゆえに崩れやすい。まあ、よって馬道さんが、踏み荒らす結果にもなったと。城の入り口をね。生クリームが崩れやすいのは、この部屋の温度のせいですね。室温は20度だからな。おかげで、靴が汚れた。そういえば。城のドアを開けても、ドアノブは壊れませんでしたね。ドアノブもまさかまたお菓子じゃないのか、あれは。あれも装飾品か。あのドアノブ、思ったより頑丈でな。お菓子が頑丈な。これで違法なものを使いすぎじゃないか？違法というか、ルール違反のものをさ。バド刑事、そのドアノブですが、詳しく調べてもらえませんか？普通に木なんじゃねえの？チョコとか、そういうね、もし、お菓子の家とか、こういう城とか作る場合は、なんかチョコとか使いそうだけど、板チョコとか、普通の木なんじゃないですか？これは、どうやらこのドアノブは菓子ではないようだな。もしこのドアノブに噛みついちゃったら、もう歯が砕け散るってことですね。危ないところだった。危ないところでした。ドアノブだけではない。この城も小人も、マネキンのようなものに生クリームを塗ってあるだけだ。それもうダメじゃない？そこまで分かっちゃったらもう本当にさ、ただあのデリシャスさんはさ、ただその、もうね、出来上がってる、おしゃれな人形とかそういうね、建物とかそういうのに、ものに、ただ被せてるだけだもんね。お菓子というか生クリーム。こんな攻撃化して言わないよね。
ただ生クリームを乗せただけの偽物の菓子。デリシーのルール違反、偽物の菓子。まあまあいいや。いやまあまた。これだけじゃちょっと足りないかもしれない。殴り殺されたガンエナープ。これはいけるね。これが凶器だったんじゃないかと。まとまってきましたね。被害者は鈍器のようなもので殴り殺された形跡があり、そして電球が割れた岩塩ランプには何者かの血痕が付着している。被害者を殺害した凶器はこの岩塩ランプではないだろうか。可能性高しですね。高し。確かにこれなら十分凶器になりますね。鑑識、この岩塩ランプの血痕調査は終わっているのか。は、つい先ほど終わりました。あ、もう調べてはあったんだね。岩塩ランプの血痕は被害者のもので間違いありません。おー、これは確証高いですね。だとよ、デリシーの部屋に置かれていた被害者の血痕が付着してる。これさ、ちょっとバドーさん、もうこれはもう天下一さんが犯人と決め込むよりもデリシーさんが犯人と決め込んだ方がいい流れではないですか。凶器はデリシーさんの部屋に隠されていたと。彼女も容疑者の一人として考える必要があるだろう。これどうしようかな。デリシーのルール違反と偽物の菓子、これまあ、ダメかもしれないけど、一応繋げてみますか。つまりデリシーさんは、まあ、なんていうのかな。まあ、このコンテストの参加者の資格はないってことですよ。インチキ野郎だ。野郎かどうかわかんないけど。女性か。ルール違反の装飾を使用し、偽物の菓子を作った。デリシーさんには、不審な行動が多すぎるようですね。あの人はもう何者なんでしょうかね。年齢不詳だし。あ、世界一を目指すパティシエとは思えんな。まあ、なんだろうな。まあ、その、アーティスト性としてはちょっと欠けるものはあるけど、そのお菓子作りの才能はあんのかな、わかんないけど。この部屋の室温が高すぎるのも何か理由があるのかもしれませんね。デリシーが作ったお菓子は生クリームを塗っただけの偽物。そうだな。デリシーさん自身もなんか生クリームが塗られた何かの化け物かもしれませんからね。生クリームという名の化粧を塗りたくった。この人の実はもう本当にもうね、老婆で見かけが本当にこう塗りたくって隠されてるような感じなんじゃないか。あなた自身もな。あれ、デリシャスさん、なんだかさっきより元気がありませんね。デリシーさん、カルマケンジと何かあったのですか。あ、はい、そんなことないわ。でも今、はいって、なんか目が泳、もう全体的に泳いでるな、なんか。ははは、今の、はいは挨拶よ。かわいい坊やね、気に入ったわ。ファーストネームを教えてくれる？え、立雪ですよ。じゃあ、立くんね、将来いい男になりそうだわ。立くん。まあ、確かに、渋い、いい感じのね、大人になってますよね。大したものではない、ものではないか。英国、宿女に気に入られるとは。英国宿女か？もう、あの人英国宿女って言ったらもう、ね、英国紳士のレイトンさんに怒られるんじゃないか。僕のイメージの宿女とは違うような気がしますけどね。せっかくだから彼女にも話を聞かせてもらおうか。コンテスト中の、そうだね。あなたのアリバイは、コンテスト中に何をしていたか教えていただけませんか？はい、コンテストは10時からお菓子作りが始まったの。基本的にはずっとこの部屋でお菓子作りをしていたわ。1時半から1時間くらいはアフタヌーンティーに参加したわね。アフタヌーンティー？紅茶と菓子などを楽しみながら会話する社交の場のことだよ。つまりお茶会ですね。まあそうだな。ははしんくんは物知りな坊やね。いつの間にか私までくん呼ばわりか。まあもうみんなからしたら坊やだから、我々は。その、アフタヌーンティーはどこで行われたのですか？噴水広場の外にある庭園でやっていたわ。あー、その辺で。コンテスト恒例の休憩時間でね、いつも同じ時間にやっていたの。今日は天くんと司ちゃんと私の3人が、天くん、司ちゃん、天海一さんかな？あれは。で、あと、
お屋敷さんと、あなたの3人が参加。天くんは作品を作り終えてたから、最初から最後まで参加していたわね。氷くんと風くんはお菓子が作れていなかったから不参加だったの。氷くんと、兵道さんかな？で、風くんは風見さんかな？兵道さんと風見さん以外は参加していたということですね。で、実は私もまだお菓子を作り終えてなかったんだけど、天くんが作ったお菓子と司ちゃんの紅茶が飲みたくてね。おー、まあ、食べ終わった後は誰よりも早く戻ったけど。コンテスト中、他の人の部屋に入ったりはしませんでしたか？あなたね、指紋があったんでね。え、何のこと？現場のお菓子からあなたの指紋が見つかっているの、いるのですよ。ベタベタベタと、ベタベタと。火見つかっちゃったのね。あ、でもこの人なんかなぁ、犯人っぽくはないなぁ。なんかいたずら心で入ったような感じ。なんか欲望の赴くがまま、ただ食べたいから食べましたみたいなね。そういう雰囲気を感じますけど、貴様、さすが現場に入ったことを認めるのだな。それは認めるわ。でも、殺人なんてしていないよ。本当のことを話すからちゃんと聞いてちょうだい。本当のことを聞かせてもらいましょう。天海さんの部屋で何をしていたのですか？実はお菓子の研究をしていたのよ。お菓子の研究？研究？天くんはお菓子作りが上手だからね。まあ、部屋に誰もいなかったから、勝手に研究してたんだけど。研究ね。見るだけなら指紋は残らないはずだが。はい。お菓子に指紋が残ったのは当然よ。研究のためにちょっとお菓子を食べちゃったからね。なるほどね。それで盗み食いなんじゃ。まさか。天海さんの部屋が荒らされていたのは、ひょっとしてなんだ、船のさ、支える、あの部分が壊れて、あの船が崩れちゃったのもひょっとしたらあなたのせいなんじゃないんですか？ごめんね、荒らすつもりなんてなかったんだけど、部屋中のお菓子を一部ずつ盗み食いしちゃったの。天くんにバレないように少しずつこっそりとね、いや、バレるだろ、これなの。え、じゃあ崩れたの。では、船のスタンドもあなたが食べたのですか？なんでそんな微妙なところ？はい、その通りよ。何してんの、この人。ダメでしょ、そこ食べたら。崩れちゃうの分かるでしょ。貴様のせいで、船のチョコレートは壊れたのか。ヒー、ごめんね。となると、アフタヌーンティーを早めに抜け出したとも、さらなる食欲のなせる技だったんですね。でもこれだけは信じて、殺人なんてしていないわ。なんかそんな雰囲気感じるな。じゃあなんかその時に、まあその時の現場の様子といいますか、まあ、その時すでに兵道さんが殺されていたのかどうか、まあ、まだわからないですからね。彼女の行動は十分怪しい。まだ何とも言えないな。まあでもこの時点でこの人は否定してますけど、犯行を否定してるけど、まあ、天海さんよりはこの人の方が疑わしいんじゃないかなっていうのはあるね。デリシーさん、この部屋の温度をなぜ20度にされているのですか？もうそこ聞いちゃう？もうこの人お菓子作り分かってないんじゃない？私寒いの好きじゃないの。体にも悪いからね。この体型を保つためには美容に気を使わないとね。なるほど。この人パティシエではないんじゃないか、この人は。ただちょっと美容に気をつけるただの人間。レディーとしてはいつまでも、あと食欲旺盛な。食欲旺盛で美容に気をつけている、ただのふくよかな女性と。まあ、そういう感じですね、この人は。一体デリシャスさんは何歳なんでしょうね。しがらきくん、女性の年齢を詮索しすぎるのは良くないよ。英国紳士としてはね。この部屋は生クリームがメインのようだが、生クリームを保存するには10度が適温のはずだ。我々素人でも知ってるんですよ。あら、そうなの。もったいないことしちゃったわ。もったいないこと？もったいないこと？レイチャーさん知らなかったみたいですね。ああ、そういう知識はなかった。なるほど。ふん、一流のパティシエとは思えんな。偽物のお菓子とルール違反、そして基礎知識の不足。彼女は多くの秘密を抱えているようだな。そうですね。抱えすぎじゃないか、そういう。まあ、これ、一応聞いとくか。光る布、これ。
いいところに目をつけたわね。この辺のメカニズムはね、あ、これは言ってもいいのかしら。ん？やっぱりこの布のことは秘密よ。なんですか、なんかこれもカルマさんに口止めされてんだ。なんだ、不自然な様子だったな。カルマ検事に口止めでもされているのか。そう、なんかってことは逆に考えたらこれ重要ってことだよね。この証拠品が重要ということになります。他には何かことは、あ、岩塩ランプ、もうこれはどうなんですか。はい、シンくん、なかなか可愛いものを持ってればね、可愛いけども実際これついてるものは可愛いものついてないです。これね、血痕がついてますから。でもカラーがいまいちよ。このクリームを塗ればやめていただこう。何、証拠品に対してさ塗ろうとしてるんですか。あ、これデリシーさん、あなた偽物ですよ。これは偽物というか、これはこういうねコンテストに出すようなものではな、まあ、こ、あ、ダメなのか。認めてはくれないと。じゃあどうしようかな。あとはロジック。あ。お菓子の研究。エリシーは、菓子の研究のため他人の部屋を訪ねた。それは、まあ、お菓子の研究してたのは、そもそものデリシーさんが、あの、知識が足りない。ね、まあ、なんて言えばいいのかな、こういう人って。まあ、にわかだから。にわかおつって感じか。デリシーさんには菓子作りの基礎知識が不足しています。そして、他人の部屋に入った理由は、お菓子の研究のため。世界一を目指すパティシエにしては、行動や考えに違和感があります。なんでデリシーさんはさ、ここまで上り詰めることができたんですか？コネとかかな。コミュニケーション能力で、ここまで上り詰めてきたのかな。腕は、全くね、ないのに。あ、プロの言葉とは思えん。自覚が足りないのか、それとも彼女は本物のパティシエではない。偽物？彼女には他の目的があったのかもしれません。他人の部屋に入ったのも、お菓子の研究のためとは限らない。じゃあやっぱり、そうだね。デリシアさんが犯人、まあ、疑わしい存在にはなってきますよね。まだそうだと決まったわけではない。だが彼女が何かを隠しているのは事実だ。問い詰めていきましょう、さらに。デリシさん。調べるのはもう十分だろう。予想以上の収穫がありましたからね。まあ、これも、早速事件が解決しそうな勢いですけども。それにしても先ほどから何かが引っかかる。彼も検事もこの部屋で凶器を見つけたはずだ。だけどなんか、風見に話があるみたいな感じでどっか行っちゃったよね。それなのになぜ、デリシーさんを放置しているのだろうか。まずはカルマ検事の真意を確かめなければ。バド刑事、カルマ検事にお聞きしたいことがあるのですが、もうね、もう決着つけましょうか、じゃあカルマさんと。俺もカルマに用ができた。そこのデリシーにもな、あ、同じ。気持ちは同じなんだな。ひーなーに、うまく、そんな目で睨まないでほしいわ。馬じゃないです、人です。バド刑事も、デリシーさんとカルマ検事に疑問があるようだな。デリシーさん、私たちと一緒に来てもらえませんか。はい、いいわよ。何のご用かしら。カルマ検事に会ってからお話ししますよ。ふっふっふっ。来たな。来たな、カルマさん。カルマ検事、事件についてお話があります。くっくっく、その顔だと凶器を確認したようだな。ふっふっふ、確認しましたよ。決着をつけましょうか。ええ、凶器はデリシーさんの部屋で見つかりました。天海さん以外にも疑うべき人物がいるようですね。ふん、そんなことはない。凶器がどこで見つかろうとも天海が犯人という事実は変わらん。ああ、そうですか。そうは、こちらはそうは思えないんでね。我が輩がいる限りはな。何？なぜカルマ検事にはこんなに自信がある。我が輩がいる限りはな、もう強引にもぎ取る気満々だからな。もうすでに私がつくということは、もう事実はもうそうなるということだよね。あなたに説明できるというのですか。凶器がデリシーさんの部屋にあった理由を。ふん、当たり前だ。聞きたいのなら教えてやろう。